前節、今シーズンホーム初勝利を挙げたサッカー J2 モンテディオ山形。週末のみちのくダービーを前に練習を公開しました。快晴のもと行われた公開練習。選手たちの表情も少し晴れやかに見えます。今日はサイドからの攻撃やミニゲームで連携を深めたモンテディオ。連勝で勢いに乗りたい次節はベガルタ仙台とのみちのくダービー。前の試合で決勝点を演出したミッドフィルダー田中航は古巣との初対戦です。苦しい時期の方が多かったと思いますけど、先輩だったりスタッフから学ばせてもらいましたし、山形を勝利に導いてこんだけ成長したんだぞっていうところは見てもらいたいと思います。そしてゆかりがあるのはこの人も。渡辺進監督は選手、コーチ、監督として仙台におよそ20年在籍していました。何も思いがないって言えばやっぱり嘘にはなりますよね。どういう形でもいいです。我々が勝利というものをつかみ取ることができるのであれば、よそ行きのジャケット着ていくつもりもないですし、まずは自分たちはどういうことができるかということに矢印を向けて、勝ち点3を取ることができれば。また新型コロナの5類移行に伴い、今日からサインや写真撮影などのファンサービスが解禁されました。誰にサインもらったの？チアゴ。昨日から練習して全然恥ずかしくてね。彼女もサッカーしてるので見て頑張ってもらいたいな。絶対に負けられないみちのくダービーは13日に仙台市で行われます。